皆さんどうもピーマンドです。実況43回目の今回は巨人戦今季7カード目の3戦目の戦いプレイしていこう。このカードはここまで1戦目勝利、2戦目敗北できてるので1勝1敗、3戦目勝てば勝ち越し、負ければ負け越しというカードになりますね。シーズンの試合も30試合切ってますからね、今回の動画でもしっかりと勝利を積み重ねて優勝へ突き進んでいくだけですから、勝てるように頑張りたいと思います。こちらの本拠地で行われる戦い、相手先発は菅野智之、エースをぶつけてきやがったな。現在ね、このペナントかなり蛇行でですね、セリーグパリーグ含めて防御率 2.5 以下のピッチャーっていうのがたったの2人しかいない。1人が菅野智之で、もう1人は菊池、まあその菊池の成績がかなりヤバめで結出度が半端ないことになってますけどね。まあそのうちの1人の菅野と今回対決することになるんで、攻略はちょっと難しいが頑張るしかないね。相手が菅野で来るのであれば、こちらはエースの番長三浦、調子の悪さはあるけども君に決めた。打線もね、調子の悪い選手がかなり並んでるんですけども、まあこの辺は改善ね。やっぱ相手が菅野ということを考えればトゥトゥ号も外せないので、こちらで行きたいと思いますのでね、勝ちましょう。さあ番長三浦、今季12勝目をかけたマウンドは菅野との投げ合いですね。まあこのシリーズ菅野と番長三浦が投げ合ったことっていうのは過去あるんですけども、勝った記憶はないな、正直。菅野から勝った記憶がまずないんでね。まあ今日今季初勝利といきたいですよ。1番バッターの坂本。こいつは今チラッと見たら3割3分4厘、収束しちまってるな。多いな、そういうやつが。やっぱこの数字みんな収束するんだね。このペナントでも同じです。まあ、かなり打っている。毎度毎度本当、どのペナントにしろ、前田君にしろ、打たれるのがね、毎回俺なんでね、坂本は抑えづらい。ゴー、いけた。あらら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 、意外に簡単にいけるもんだ、びっくり。抑えた自分が一番びっくりのパターンのやつですね。あんな簡単に抑えられたことは過去一度もないよ。まあ、よほど調子が悪い日か、くらいしかないんだけどね。まあ、まぐれかたまたまか。なんか知らんけどいけましたね。案外もうあっさりと勝負に行った方がいいのかもしれないね。変に追い込んでから際どいとこつこうとするよりかは、ど真ん中投げるくらいの勢いの方がね、ストライクを取りに行く気持ちの方が、いいのかもしれないなんて言っててもですね、その後の立岡君に打たれたら意味なくない？それは坂本を打たれた方がまだ納得できるよね。めんどくせえもん出しちまったぞお前。盗塁はもうしゃあないからね、この辺はいつも言ってるけど、刺さなくていい、無視だ。盗塁阻止率はもうリーグワースト、12球団ワーストですから、ぶっちゃけアマチュア以下や。だからね、盗塁を許しても抑えていかないとダメなんですけど、坂本の後の連続ヒット、マジで何だったの。じゃあ坂本を抑えられたのね。その点不思議不思議。第3球を投げた低め、チャンス持ちの亀は厄介だぞ。投げた、あーよかった。これは相手が打ち損じてくれたパターンだね。タッチアップで来るかな。掴みました。うん、来ますね。外の肩ではさせんわな。まあ一緒、デュアトンできた。さあゲレーロ、相手の打線もね、ちらほら調子の悪い選手ってね、いますから、まあちゃんと投げればいいんだ。大丈夫、宮崎の取れる範囲で全部ヒヤヒヤさせないで。坂本を抑えた時はね、もうテンポよく終わるんだろうと思ってたんですけどね、意外に初回から長引きましたね。まあだからあの後打たれた、結局ね、抑えた意味がなくなりますから、今後坂本抑えた後はですね、しっかりといきましょう。そして菅野智之、まあこのパワープロでも、もうナンバーワンに強いと言ってもいいですね。打ちづらい、使いやすい、操作する側なら最高選手なんですけど、敵にしたら最悪バッド選手ですよ。迎えたくはない。菅野とワンビは負けやなーっていう思いで、観客もまたプレーする俺もやることになる。あ、もうダルビッシュと同じくらいのレベルにいってるんですよね。ああ、まあ明日ダルビッシュマー君だから野球見なくていいわ、そういう次元にね。早くメジャーに行くことをおすすめするよ。年齢も年齢ですしね、いてほしいんですけどね、絶対活躍できるわ。 WBC2018-2017 ですね、あの準決勝のアメリカ戦での実績もありますから。投げた、まあ今回はそんなメジャーリーガーを攻略といきましょう。メジャーでもなんなら行ったらすぐサイヤングでも取れそうな実力者をね。うわ、もうさまざまな球種、いろんな球投げてくるからね。球も速いし、この変化球あるし、スライダーあるし、
狙って打てるものじゃねえし、いや積んだかもしれんな。今日の菅野の登板によっては防御率が一気に1点台に入る可能性もありますからね。そうなったらうちと同じく1点台突入、いやさせたくはないですよ。うちの選手もちょっと最優秀防御率のタイトルを今取れるか取れないかっていう結構争いもしてますからね。まあ菅野とはだいぶ差はありますけど、今日の一日で菅野を攻略することができて、まあたくさんの点を取ってね、菅野の防御率が爆上げってなったら、うちの東あたりがね、ルーキーイヤーながら新人王と同時に何かタイトルを取るってこともあり得るんですけどね。でもできそんねえわ、攻略無理、攻略不可のパターンや。攻略本読んでもダメなパターン、裏技使わないとね。いや、たとえ裏技使ってもなんか打てなさそう。投げた、マジでそれくらいっすよ。おお、危ない。取るなら口に取ってくれ。なんかやたらと遅いからさ、毎回ファンになるんだよね。ショート今日はなるべく、いや今日はじゃねえ、ずっとだ。なるべく番長の足は引っ張んなよ。で小林、ちょっと待ってよ、坂本を抑えた、抑えて始まった試合ですよ。その後なんか竹岡に打たれたり、余計なやつに打たれすぎじゃねえかな。その後全然スムーズにいけないわけね。弾いて、いや大丈夫、冷静に。何かが起こりそうな予感がプンプンにしてる。この1回2回の攻撃見てる限りね、3回から地獄のようなイニングにもなれば、まあ天国のようなイニングになるかもしれない。いや本当どっちに転ぶかわからんね。なんかいろんなハプニング要素がたくさんあるんで。トゥトゥゴ VS 菅野、自他ともに認めるライバルですね。そのライバル対決、まあちょっとね、トゥトゥゴのコンディションが悪いですから、あまりいい結果が出るとは思えないが、キレない。いやーこれ調子良かったらね、もっと芯で捉えられて、もっといい打球になって、なんならホームラン打っているって感じもあるんですけどね。ライバルというか筒香の方が分があるよね、実際のところね。なんか基本筒香は菅野かなり打っている。菅野がライバル意識高めで、筒香はどうだろうね、まあ、得意にしてるピッチャーじゃないですか。でも本当巨人ファンとしてはめちゃくちゃ打たれてる印象あるけどね。なんなら毎試合打たれてると思う、横浜に登板するときにね、菅野はね。おどうだ、今日初めて芯に当たったが、まあ、全然飛んでないわ。重い球でも持ってんの？いやそんな能力で重い球まで持ってたらマジで今日試合にならへんで。プロ VS アマチュア、いや違う、草野球くらいのレベルの違いがある。悲しいね。さあこれ坂本から始まるところ、3回ね。さっきは何なのか知らんが、わりかしあっさりとシンプルに受けたが、ここはどうだ、うっ、オッケー、おーし、坂本これで 2-0。 珍しいですよ、こんな坂本をね2打席連続で抑えること。俺のパワープロ史上、ほんと1回2回あるかの奇跡が今起こってますね、目の前で。毎回打たれるんで、その奇跡が次の3打席まで続くのかどうかは分からんけど、ね、続かしてみせましょう。3打席連続で坂本を抑えるってなったら多分初めてだ。よし、立岡も抑えてアウト。さっきとは違う、坂本を抑えたという自信がある。だからどこまでも果てしなく次のバッターも抑えていく。俺は坂本を抑えたんだ、抑えたんだ、抑えたんだという。危ない危ない危ない。そんな結果とは裏腹に、さっきからなんかやっぱ不穏な空気ずっと漂ってるんでね。坂本は抑えた、でも岡本は岡本だ、こっちはこっちで怖い。どうだ、ショートゴロ、イエース。ちょっとここまでの試合展開、倉本の出番多めですけどね。なんか今日やたらとショートに飛ぶね、まあ、それはそれで怖いですけど。ほら現在の投手トップ3ではね、東が菅野の下につけてるんですよ。ただ今防御率チラッと映りましたけど、結構な差がありましたでしょ。 0.45 くらいの差がね。だから今日横浜打線陣が菅野を完璧に抑えられるようであれば、その差は広がっていくんだが、倉本守備での出番は多かったですが、バッティングで打って、さあこの試合初ヒットが倉本に出ましたよ。これはなんか始まるかもしれんな、言ったよねさっきね、いいことも悪いことも起こりそうな予感はしてると。倉本のヒットから始まったイニングっていうのは、横浜にとってのラッキーなことが起こる率が非常に高い。来るよ、見てて、何かは始まるはず。これもヒットになる。なあ、鈍足倉本は次の塁には進めば。でも連続ヒットですね。
チャンスを広げ、いやもうここはまずは確実に送りバントを決めるところなので、うわーでもこれはちょっと、いやーよかった、三塁に投げられたら結構微妙なタイミングだったがさ、二塁三塁、桑原頼むぞ、お前もそうだな、菅のキラーですからね。この打球は落ちるやつだ、よし、あーもういいわ、もうこの試合はここで終わるべきだと思う、もうこれだけで俺は今日の夜ぐっすりと眠れる、ちょっと昨日の夜は眠れなかったからさ、いやーいいですね、いい心地で眠れると思う、なんならもう今すぐ寝たいっす、電源オフにしてね。でもまだ試合は続いていくんで、正直ここで終わっておいた方が、全てにおいていいと思うんですけどね。もうこのスライダー最後までか、いやーホームアウトだな、しゃあないわ、普通抜けるとこよ、補給能力も高いっすから、なんだよもう野球選手としての全て持っとるやんけ、バッター能力も高いしね。うわーほらね、言ったじゃん、だからあそこで終わっておいた方がもう俺的にも横浜的にも良かったとね、結局は1点しか取れない、だからその1点を守るしかない、そういうゲームです。今日はねもう頑張ろう、菅野から1点取れた、なかなかないよこの1点、思い出にしたいんだけど、その思い出はすぐさまなくなる可能性がある。ほら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 始まった、取った直後のこのパターン全然甘くもないしね、初球から振り抜きすぎだろお前、超積極的やないか、あーねーどうだ、いやー取れる範囲、よしよかった、いやもう超積極的、2者連続初球打ちですからね、前にストライクから入れんが、じゃあこのギリギリ投げてみましたって球は見るからね、おい振れよそこは、一貫性なさすぎるだろ、それで振ってきてまあ打たれるんだったらまあまあわからんこともないよ、うん、まあ相手が上手かったねってなるんだけどね、連続で初球打ちしてきてた流れでそのギリギリの球急に見逃せますっていうのはちょっと理解はできないかな、理解しようとしても拒むよ俺は、おかしいだろふざけるなよ、ね、くっそめんどくさいことになったぞこのイニング、まあでもうまくゲッツーなんて取れればいける、よしよしよし、まあ打率2割4分5厘のバッターですから、もうインコースへ投げました、もう決まればいい、決まる球を投げればいい、はい三振 OK、 で次誰だい、小林、あーでもその小林に先打たれたんだった、いやこちら倉本のヒットから何かが始まったよね、小林がこの場面で打つってこともあるよ、互いのラッキーボーイが光り輝く一日になるかもしれない、相手はラッキーボーイはボーイでも世界のラッキーボーイですからね、浜のローカル的な倉本とは違うんですよ、世界を相手にしてるラッキーボーイです、まあでも追い込めたのであればシンプルに物事は片付けたい、よっしゃー何も起こらず、お前のラッキーはさっき使い果たしたろ、番長レベル、それも全盛期の番長から1安打打っただけでももうそれはラッキーだった、よかったね逆にさっき打たれててね、あそこで打たれてなかったらラッキーが今あそこで起こってたでしょ、さあ5回集中していきましょう、取るより守る、あ番長のスタミナもうこんな感じになってたんだね、これはちょっとね、どうだろう、5回投げて終了かな、5回投げ切れたらいいけどね、これちょっと坂本丸イニングなんで、まずは菅野から、その菅野に打たれたらあかんねんで、みんな知っとる、みんなうんうんとうなずいとる、だから抑えてよかったよ、オッケーオッケーオッケー、さあ坂本と今日3度目の戦い、先ほども言ったよね、2度抑えたことっていうのは僕のパワープロ史上でも本当に 2,3 回ある奇跡だと、3回ってなったら本当初めてかもしれない、それくらいマジで俺は通算苦手にしてるからね、もう打たれるのが当たり前だと思っている、さあ追い込めた、いやもうここはシンプルにフォーク、はい追い込んでからこのシンプルな配球の組み合わせが全然通用しないっていうね、まあ、追い込まれて本来の力を発揮するバッターですから、おかしなことやっとるで、2ストライクの時の打率4割5割超えてるんじゃないかな、ただ常に追い込まれてからねバット振るようにすりゃいいよね、敵ながら思うよ、そしたらプロ野球史上4割どころか5割バッター誕生するよ、本当に不思議だよ、投げました、インコース引っ張った、おー、危ねえ、坂本も耐えたのはしゃあないからね、多動が絶対抑えないと、やたらと当ててくる、投げました、インコース低め、菅野の時その辺取らなかったっけ、嘘だろ、
浜ひいきしてくれよ。ああよしよしよし、ゲッツーはいいでしょうね、うん、取れない。同点のピンチを迎えます。岡本和真を歩かせるという手はいる。浜のエースだよ、番長だよ。番長逃げたら番長じゃないでしょう。キャラをブレ出すわけにもいかん。ここは番長らしく抑えに行く。突っ張ることが男の親で、はい、オッケー、レッツゴー。5回投げてのゼロピッチング、まあスタミナ的な問題もあるから次のイニングいけるかどうかは分からんが、まあ、とりあえずここまで、抑えてくれたことをたたえ褒めましょう。ありがとう番長。6回はちょっとこのイニング次第だな。倉本から始まるところですから。3回に得点取ったのは倉本が打ったから、ならこのイニングまた倉本で出塁なんてすれば、ねえねえねえ、何かが起こるかもしれんぞ。いや、ある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 、あるよ。内野安打で出塁始まるよ。 OK、出塁できたのでね、これは、あ、まあ、伊藤のとこはこのまま行きます。倉本を送って代打バンチョンとこね、うん、これちょっと送りバントな。やっぱ二塁に置いてた方が得点効率はもちろん上がりますからね。イエス、完璧な送りバント、ナイス伊藤。そして三浦大輔のとこ代打でバッター梶谷が調子いいんで、ちょっと梶谷を使う、いいですねいいですね。ちょっと早いような気がしますが、まあこうやって得点圏のチャンスを作れることなんて菅野からこの先2度3度あるかどうかなんて分かんないんだよね。これが最後かもしれない。だから早くもない遅くもない、むしろ正解、これ正常。捉える、打つ、決める。第2球投げました。倉本の出塁は台無しにはしない。プラスに変える。第3球を投げました。得点に変える。抜ける、イエース。ラッキーボーイ倉本がまたこのラッキーな展開を作ってくれての2点目ですね。そして代打起用も当たる。今日の俺は冴えてるな、プレーの部分でも采配の部分でもね。まだワンアウト、で落ちて、まあランナーは進塁も三塁、この後取れないんだよな。得点の方も踏めてるの倉本だけじゃねえかよ。今日倉本だけでしか踏めない日なのかなっていうレベルでね、後打てないんだよね。これもダメ、全く3回と同じじゃないですか。リプレイを見せられた気分だね。まあ得点は入りましたので2対0、まあここから試合は終盤戦、気は抜けないし抜くつもりもない。誰行こう、うわ中継ぎちょっと調子悪いの多いな。誰行こうかな、すごく迷ってます。田中行こうかとりあえず、うん、まあ亀井から始まるところなんで左の田中で、まあ、本来こういうシチュエーションだとねエスコバーとか出すんですけど、今日のエスコバーさんちょっと調子悪げなんで、田中で行けるとこまで抑えてっていう感じだね。いやもうさっきからお前なんやねー、もう亀井が抑えられないんですけど、またこれピンチじゃないですか、全く同じ。得点取った直後のこの流れって、さっきもそうだったもんね、3回得点取った4回の表こんな感じ。なんなんだよ、ほんと試合全体のリプレイを見てるかのようだよ。問題は先進もうぜ、時計の針を進まそうぜ。ピタッて止まってるから、同じとこ繰り返してる。よしよしよし、まあもう2点あるからね、1点くらいは別にええわくらいの気持ちで、まあこれ結果ね0で抑えられたら最高なんですけど、まあ1点はぶっちゃけもういいっす。いかないよね、行くんかーい。これがハマスタ、はあこれが行くんだ、ほんで同点なんだ。全然甘かないけどね、ドームランならぬ、なんて言えばいいんだろうな、浜村ですかね。いやもうこういう浜スタでのホームラン何度も見たわ。他の球場じゃなかなかないですよ、この手の打球が行くっていうのもね。もう嘘だろ、田中起用がここで外れる、いや別に悪かないんだけどね。うわー、ああ2者連続代打ホームランで、これで菅野に勝ち投手の権利がつきました。逆転です。何かが起こるっていうのは最終的にこれのことを指してたんだね、うん、俺の未来予知はこれだったんだ、倉本でヒット打ったりすることじゃないわ、これを最終的に指してたんだね。まあこれに関しては打たれて当然です。真ん中のスラーブがいってますから。もうお前これまでのチームの苦労とかもうなんかいろいろと全部吹き飛んだじゃないですか、全部水の泡だよね、弾けて飛んだよね。
投げました。なんだったら俺がやってきたこの約20分間自分で自分のことをすごく否定したい時間ですね今はね。 3.2 点はいいにしてもその後のホームラン完全に余計だったの。相手がホームランで取るのはこっちもホームランで取るよ。うわー、いつも打ててるとこだと思うが、なんなの相手が菅野だからっていうのもあるのか、それともやはり今日はもう蔵元でしか出塁ができない、得点が踏めないっていう一日なのか。なら蔵元の前にランナーなんて置けたら最高だよね。蔵元で返す、そしてまた蔵元で帰ってくるっていうことができればいいんですけど、その蔵元の前の邪魔者こいつだもう置物が全然出塁できない、なんなんだよ本当。なんで蔵元だけ打てるのか、誰か言葉で説明してくれこの現象をね。何現象と名付けようか。このイニングすごいテンポで終わったよ。まだ試合は終わってないしまだチャンスはある。これ蔵元回るとこですからね。今日は2打席連続ヒットかつ 2得点、ヒットが全部ね得点につながっている。うわっ、これね前回までなら本当打ててたよ、うん、外でね弾き返せた。でも今日はダメだ。蔵元の3打席目何かが起こるか、そしてまた何かが始まるか。なあ惜しい、打たされたな。今日ここで初めての凡退、つまりはもう得点の流れは終わったということなのか。これでしか得点できなかったチームだからね、あれで得点取れなかったんならもう終わりでしょう間違いなく。まあ、繋げればまだ8回いや9回ですね、9回の一打サヨナラの場面で蔵元の打席が回るかもしれない。いや俺は最後まで信じるよあのラッキーボーイ蔵元をね。まあ、そのためにはまずはしっかりと抑えていけよ田中。もうロングリリーフになってますけどもういけるとこまで行きましょう。しゃあねえだ、尻拭いをしてくれお前が打たれたんだね。他のやつは極力使わんと言いたいけどね、スタミナ的にはもう切れそうなんで。落ちんなよ、相手ガード。これでツーアウト、ランナー吉川を抑えればとりあえず8回は投げ切れるんだが、はい全部外野フライっていうね。抑えた心地してないでしょ田中君はね、軽く全部運ばれてるんだよね。なんでその田中から始まるところもちろん代打で菅野はまだ引っ張ってくる。まあ間違いなく完投じゃないですかこのままいけばね。させねえけどな。ここで浜の秘密兵器久々の実況動画登場といきましょう、うん、あまり使う機会がなかったからね。まあ代打として2割6分7厘という率を残してくれてるんでね、こういう場面での起用は間違いではないですよ。そして蔵元同様やっぱりこの男が打てば横浜の空気が変わると思うんで、出塁すればね変えていこうよ。投げた3球目ストライク。まあ、スタミナも切れかけてるんで球速も落ちてるし変化量もそんなにないような感じはする。投げました、打ちました。ですから序盤よりは打ちやすいんだが抜けない、抜けるとこよ本来ね。なんだよ本当に。石川では蔵元になれなかったということだね。そして桑原も簡単に終わっていき2アウト。はい、もう当てて終わる。この回もゼロ。残すはもう9回裏に託すしかないですね。まあそこはロペス、トゥトゥゴ、宮崎、外、蔵元と回るとこなんでそこに託しましょう。で、ピッチャーをですね、この場面は、もうなんで敗戦処理とか務めてる加賀がこういう試合展開の時に調子悪いんだろうね。使いづらいわ。バットはなるべく勝ちパターンのピッチャーですからね、こういう場面で正直あまり使いたくはないんですけどね。まあ使いましょう。で、このパットね、横浜残留が決定しましたよね。複数年契約で2020年まで、日本球界にいますからね。まあ、来季もパットンがこのパープルに収録されてて活躍するんじゃないですか。ここでも活躍してくれ。来年より今あんたの活躍を誰もが求めてる横浜ファンはね。抑えろよ9回表。はい三振、これは楽や。あーで菅野のとこここで送ってきましたね。なので完投はない。まあそのまま来られる方が絶対嫌でしたからね。これピッチャーが変わったことによって試合展開っていうのもね変わると思うんで、ここまでは本当何度も言ってますが、蔵元でしか打てないし、蔵元でしかホーム踏めなかったんですけど、ちょっと一変するんじゃないですか。結局蔵元以外のやつがね魔法を解けてみんな打て始めて蔵元だけが打てないという展開になる可能性もあるかもしれないけどね。まあ変えてくれたことはこっちにとって確実にプラスだ。パトあと一つよろしく頼む。
インコース引っ張ったレフトへ、スリーアウトチェンジ。最終回9回の攻撃はロペスから始まるところ、行きましょう。なんとか望みを託すしかないこのイニングに。マシソン、うわー、 1.36 という防御率、全然このマシソンいたらもっとね、巨人はリアルな巨人はね、いい結果になってたと思う。最強の守護神ですね。今季は結局最後まで守護神固定できなかったんですからね、巨人は。やばいっす、そんなマシソン攻略できそうに正直ないっすけどね、やるしかねえ。投げました、うわ、もう簡単に来やがった。遊びボールはなしだね。はい、あと2つ取られたら終わる。ここで絶不調のトゥフ号、もちろん打席に立つ以上は打ってくれ。調子悪い、悪くないわ、言い訳だ、関係ねえだろ4番がよ、そんな言い訳するんじゃねえ。投げました、当てて、いや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 、なんやんな、あるよあるよ、いや鈍足だ、もうちょっと走れよ、チームを引っ張る4番だな。最後のバッターになるつもりはないけど、なろうとしているね。このままいけば終わりたくはない。また倉本につなげたい。つけない、結局ゲームセット。残念、このカードは負け越しで終えることが決定しましたね。3対2、あと1点及ばず。そして今日の試合を消化したことによってですね、もう残るシーズンのゲームは27試合しか残ってないわけですから、まあ、その中で現在2位とは5ゲーム差あーですから、まあまあまあ、これはですね、前回の動画でも言った通り、もうよっぽどのことがなければ、まあ例えば連敗が続かない限りはですね、もう追い抜かれるようなゲーム差ではないですから、あとは本当にしっかりと決めていくだけですから、まあ27試合もっと気合を入れてですね、頑張っていきたいと思いますのでね。次回プレイ予定は、ヤクルト戦の中から一つですね、プレイする予定ですので、現在横浜ちょっと2連敗と巨人戦のあれが続いてるんでね、その連敗を止めるべく次回の動画でしっかりと戦って、頑張っていきたいと思います。お楽しみにね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイ、またボー。